今回は、天水のサクナ姫、第6話に対するリアルタイムでの視聴者の反応を紹介していきます。穂が出たぞー。首を垂れる稲穂かな。実りの秋。もうそこまで来たんだ。実ってきた、が、まだ安心できない。災害注意。また来年頑張れ。それが稲作。しょんな。シビアだ。東北に台風が向かっているよね。今年リアルは不作だからなー。なので台風の時の田んぼの様子を見てくる、仕方ない。地震か。アニメ内地震。こっちの世界も地震が。地震とはタイムリーすぎる。火山あるの。火山が泣いています。これは不穏な雰囲気。底辺だ。なんかあったらまた一からですって言ったそばから火山とか川とか。火山性地震で川、水源が干上がるのか。川の様子見に行かないと。みっちり稲穂提供。浮いてる。死んでる。貴重な魚が。川、終わった。噴火の影響か。硫化水素はまずいですよ。硫黄は無臭ですからね。硫黄汚染えぐい。水の汚染は深刻ですぞ。水が毒になるのは米作りにも生活にもきつい。やばいのがいる。ここ怖いんだよな。HP がゴリゴリ減るエリアだ。おじけづいた神様。動き草。ビビってるサクナ様かわいすぎる。めんこいねえ。幼女にめんこい言われる神様。おまめん。危険極まりないないんだから引き返すやろ。君子危うきに近づかず。めっちゃ他人事で草。そう言うならお前らも来いよ。退路を断たれた。神様が魔除けに頼るんかい。やっぱ怖いんじゃねえか。正気が満ちている。体力が減るぞ気をつけろ。ガスマスクした方が良くない？そんなものはない。なんか出たー。バタリ？死んでる。突然の死。屍だらけやな。骨が大量にある、火山性ガスかな？火山が噴火しそうなのか？これやばくね。本当に階段になってる。相手は鬼ではなく怨霊的なあれ。逃げるんだよー。また逃げるんかい。泣いちゃった。おひいさま腰抜けですこ。冷え。お、アンデッドモンスター出る展開か。帰りたいのに帰れない。スケルトン。骨が動いている。本当にお化け。スケルトン軍団。こいつら、ゲームでも硬い雑魚だから厄介すぎんのよ。どこかで見た造形、もしや。怖いものでも戦う勇敢なサクナ。稲作殺法とは。稲作殺法ってよくよく考えるとすげえワードだよな。喋ったー。足蜘蛛ー。スケルトンは足蜘蛛族の慣れの果てだった。ゾンビ化みたいなもんか。ヨモツ平坂のヨモツ？ここめっちゃ苦戦したなー。足蜘蛛のムクロは強い割にドロップ品がしょぼいから好きじゃない。怨念が鬼を殺していた。怨念が怨念。鬼を倒してくれる分には助かるな。何？ネクロマンサー。オーバーロードみたいな話やな。鬼を倒したい奴がいる。なんかボス戦みたいなの来るの？こんな冒涜は許せない、ごもっとも。足蜘蛛マジイケメン。でも鬼を倒しているなら害はないのでは？怖がっていたのに？いや、さっき帰ろうとして奴が言っても。足蜘蛛と竹リビ様。竹リビさんがやっと本編に。ほぼ同じセリフで草。俺たちの戦いはこれからだ。だからこんな可愛い姿に。父上の剣が折れたっていうきっかけになった相手なのか。先代神ひつき様とやり合った。え、竹リビさん、神ひつきに反落してたんか？先代とやり合った？なんかしれっと重要な情報出なかった？わからせ。前はこんなにいたんだな。竹リビが先頭に立って都と戦ってたのか。おっとこれはいい原作補完。竹リビパパの兄より助かる。そうか親の記憶ないのかおひいさま。親の話が伝説でしかないのも悲しいな。一計、よくお世話になる技。稲作ってこんなバトルもあるんすね、サクラン。クワは田んぼも耕せるし武器にもなる便利アイテムである。かつての仲間たちを弔っていたのか。ムクロとはいえ同族に手をかけるのは来るものありそう。火山エリア。すげえゲームっぽい洞窟だ。なんという暑さ、今年の夏。なんという暑さで済むんだ。ボスっぽいのが。めっちゃ強そう。顔の造形が微妙に足蜘蛛族に似ている。よもつおむすび？おむすびじゃないよ、ほむすびだよ。一瞬で包囲された。現レベルで来ていいのか。聞いてない。包翼っぽいのが書くか。弱点は見えているのにそこまで攻撃を通せない。マジかよ、あの骸骨、足蜘蛛族の骨でできてたのかよ。
わあ、精神攻撃。えげつないことしやがるぜ。今回の話は前回までと比べて重いな。惑わされるな、足蜘蛛さん。足蜘蛛を。足蜘蛛さんがやられた。羽衣も便利よね。冷静だ。ここは逃げていいとこ。戦略的撤退。よもつほむすび強いもんな。足蜘蛛さん抱えて逃げられるなんて、おひいさま力持ち。うなされてる。優しい。まさしく神の慈悲ですね。おひいさまご立派になられて。主要。水の呼吸。新技？ゲームでもお世話になったトレーニングエリア。自発的に新技主要パートまで入った。いい子すぎる。必殺技習得イベントか。登り声来た。クソ強技、登り声来た。登り声はお世話になりました。ゲームで登り声を連打していた記憶がある。稲力が足らない。しれっと天下は習得フラグ。米は力だ。お米食べろ。やはり、米ステータスアップか。米食ってレベルアップ要素がここで。ゲームっぽい話運びしてる。収穫。稲刈りだー。よかった、収穫できた。収穫は腰に来る。鉄腕ダッシュで見た。時代がやってたやつだ。おかしい、田植えもんなのに、失敗しない。田植えもんのくせに器用に働きやがる。はざがけで干した米って高いんよね、現代。今は乾燥機があるので干す必要はないそうな。えぐい作業量。収穫作業果てしないな。コンバイン買おうぜ。ほんと、農業って人力をうまいこと機械化してるよな。図工。犬が見け。またやらかしてる。こいつさぁ。そうはならんやろ。途中までは良かったのに。干した後も作業ずっとあるから大変よな。ゲームが進むと農繁期は探索する暇がない。脱穀の時間だー。コキコキするのだ。へぇ、脱穀そうやるんだ。竹終わったので脱穀するのね。これ手作業で全部はエグすぎる。これゲームで苦労した。もう脱穀までやるのか。そんなその辺にぶちまけるのか。千箱気を使え、時代の違い。まだもみ殻がついている。米にするにはまだまだ工程が必要。ここら辺はマジで機械が偉大すぎる。たまじいの一言一言が深いんだよ。全工程が腰に悪そう。玄米食べないんだ。玄米で良いじゃろ。どちらもどちらの良さはあるよな。ゲーム的には玄米もそこそこ貯めた方がいいという。玄米と白米どっちも大事なゲームだから困るよな。その島なら環境的に玄米でよくね。玄米にしろかっけになる。出たわ、おひいさまのもう十分じゃろ。米ができた。初めてのお米。おお、白くなった。珍しい、本当に十分なおひいさまのもう十分じゃろ。みんなウキウキで可愛い。ご飯だー。初めての炊きたてのご飯。黒焦げじゃない、やったー。炊きたてのいい音。羽釜で炊いたご飯、絶対うまい。深夜の飯でろ。お前はダメだろ。よく止めた。サクナ、ナイスプレイ。ここは失敗は許されない。ぶちまけそうだもんな。足蜘蛛さんも夕食にいる。実食。この世のすべての食材に感謝を込めて。いただきますは大事。いただきますの重さが違うわ。おかずはない。サクナ姫の食器が漆器で、他のみんなは焼き物なの。地味に細かいな。まともに米食えたのこれが初めてか。そうか、一話で食ってたのは生米か。ご飯だけなのにうまそう。炊きたての魔力。よかったねー。農家の皆さんありがとう。白米のありがたさがわかるアニメ。昨今の米の品薄を思うと味わい深い。機械のない時代はお米作るのも今以上に圧倒的に大変やな。今も気候とか気にして大変やと思うけど全部手作業はとんでもない。どう考えても NHK の教育番組だろ。米は力だ。テーマ回収。これはうまいやろうな。苦労して作ったんやから。頑張ったから涙が出るほどうまい。米ができると感動するよね、このゲーム。白米もそうそう食えないからな、時代的に。クールに去るぜ。残してるやん。米全部食ってけよ。足蜘蛛さん全部食べてから出てって。一人で行くのか。これがサクナママか。喧嘩してたんか。同じこと言ってる。母親の面影もちゃんと継いでいると。両親の描写あるの嬉しいな。新装備。新武器に新防具。新装備おひいさま。フルアーマーサクナ姫。パッケージのサクナだ。ついにこの格好になったか。装備も充実、買ったな。リベンジ戦だ。いっぱいいる。大群だ。増えてね。
たくさん死んだんだな、足蜘蛛族。全部まとめて倒してしまって構わんのだろう？お米の力ってすげえ。技使えるようになってる。米のバフ強すぎ。アニメでも強いのボルリゴイ。ノボリゴイはマジでマップ兵器。傷一つつかなかった骨をボロボロに。コア破壊。やったか。落ちていった。アイルビーバック。デカ骨さんが親指を立てて溶岩に沈んでいくシーンは涙なしに見られなかった。人にも重要なワードを残した。足蜘蛛族、人に殺される。人、いろんな勢力がいるのかな。供養。人、足蜘蛛族よ安らかに。雨が降ってきた。お盆だしね。雨が強くなってきたな。いい米買いだった。いやー、米って偉大なんだな。米を食べるだけで感動する作品はなかなかない。今回収穫するのもボスを倒すのも両方やってて1話に収めてるの偉いわ。収穫でステータス上がり新しい必殺技を覚えることで倒せなかったボスを突破する、このサイクル楽しかった。ところで、アイガモどこ行った？心は様。来週は心は姫会だ。心は姫久しぶり。鈴見、心は姫の憂鬱。サクナ姫提供。米梅提供。男の背中。稲作殺法、原作で散々聞いたやつ。まあ人体よりはるかに頑強な大地を起こすための技だから、そんなのを生物にぶち込んだらそりゃ死ぬわなという話ではある。白米のありがたさがわかるアニメゲームでもそうだったけど、まさこれだよな。みんなで白米食べるシーンは感慨深いものがある。金太とユイが仲良くなっていてほっこりした。今回はここまでです。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。